どうも皆さん、こんにちは。シュガームーンウクレレオーケストラの指揮を執っております鈴木智樹です。本日は動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、私たちシュガームーンウクレレオーケストラの実は演奏会があったんですが、今の状況を見てですね、こういうリモートでの演奏会となりました。今からですね、ホップチームの演奏を聴いていただきたく思います。このチームはですね、非常にウクレレ歴の若い方たちがたくさん所属しているチームでして、中にはウクレを始めて半年未満の方もいらっしゃるようなチームでございます。そんな方々が今から演奏してくれるのはスピッツのロビンソンという曲を演奏いたします。すごく今日のために頑張ってきました。ぜひぜひ演奏、温かい目と耳で聴いていってください。それでは聴いてください。ロビンソンです。
ありがとうございます。はい、聞いていただきましたロビンソンでした。では次2曲目の演奏に入りたいと思います。2曲目はデイドリームビリーバーという曲を演奏いたします。この曲はもういろんな方が知っている曲なんですが、最近の若い子にしてはですね、セブンイレブンの曲と思っている方が多いみたいですね。そんなどの世代の方も知っているような名曲をウクレレのアンサンブルでお聴きください。それでは演奏していきたいと思います。デイドリームビリーバー。ありがとうございました。